東北高等学校は学校法人南高学園が運営する男女共学の私立高等学校。通称は東北高校もしくは学校法人名を取った南高、宮城県仙台市青葉区小松島4丁目と同市泉区間7丁目にキャンパスがあり、送信、分離、文教、スポーツ、総合の5コース編成となっている。明治27年に 仙台数学院として創設され、以来120年を超える歴史の中で、個性の尊重、文部領土を重視し、幅広い視野で社会に優位な人材の育成に努めてきた。部活動は47部を数え、多くの生徒が活動しており、全国大会での優勝も数多くある。2017年に小松島キャンパスに、情報室やメディアセンター、ホールなどの施設を持つ、 中央校舎が完成している。校舎は青葉区小松島4丁目の小松島キャンパスと泉区間7丁目の泉キャンパスの2つがあり、コースによっていずれかに所属することになる。公式野球部は甲子園出場常連校ではあるが、30年以上にわたって仙台育英と宮城県代表の座を争っている。二千三年の第十五回全国高等学校野球選手権。 記念大会では、エースのダルビッシュ有を要し、準優勝を果たした。また、明治神宮野球大会では、歴代優勝回数1位を誇る。2003年から2007年の5年連続と2009年に、女子ゴルフ部が、全国高等学校ゴルフ選手権大会で、優勝した。また、フィギュアスケートでは、長野五輪日本代表のうちシングル全3名とペア1名を、 当時の在校生から送り出している。2006年トリノオリンピックで荒川静香、2014年ソチオリンピックでは、羽生結弦が、それぞれ金メダルを獲得し、同校出身者から男女の金メダリストが誕生した。野球、ゴルフ、スケートのほか、アイスホッケー、水泳、バレーボール、サッカー、ソフトテニス、自転車競技、駅伝などの競合でもあり、 卒業生も多数活躍している。1929年に小松島に移転した東高は、総合型教育の方針及び仙台がフィギュアスケートの日本発祥地であることに鑑みて、新しい陶器スポーツであるアイススケートを奨励した。また、東高が氷の管理をした余兵沼は、東高がアイスホッケーの練習場所として使用したほか、大勢の監修が集まる。 各種大会の開催地ともなった。1964年10月、東高は野外スケートリンク小松島スケートセンターを開設した。東センターは10月から3月まで開場され、午前は東高が使用、午後は一般に開放、夜間はアイスホッケー部が使用した。しかし、1974年3月に閉鎖された。東センターが開設された理由は不明だが、 高度経済成長期には、仙台の陶器の気温も上がって、故障や河川が結表しづらくなり、昭和40年代には、市内の多くの故障や河川でのアイススケートが廃れたことが知られている。当センターの閉鎖理由も不明だが、市内で故障や河川でのアイススケートが廃れ始めると、人口製氷の屋内リンクが次々解除し、アイススケートの環境が大きく変化していた。 小松島キャンパス、運動部、アイスホッケー部、ライフル射撃部、サッカー部、バスケットボール部、バスケットボール部、バドミントン部、ハンドボール部、ヨット部、剣道部、自転車競技部、山岳部、柔道部、少林寺拳法部、水泳部、ボート部、卓球部、軟式野球部、文化部、PFC、インターアクト、演劇部、ワープロ部、映画部、陶芸部、 将棋部、文芸部、放送部、漫画部、科学技術部、軽音楽同好会、泉キャンパス、運動部、ゴルフ部、サッカー部、バレーボール部、フィギュアスケート部、ソフトテニス部、硬式野球部、ソフトボール部、ソフトボール部、弓道部、テニス部、スピードスケート部、柔道部、陸上競技部、合気道部、チアリーディング部、文化部、作動部、音楽部、 科学技術部、英語部、ありがとうございます。